では、表題のタイトルの文献紹介を丸山が行います。最初、はじめにですね、この研究はスペイン語の、自動閉鎖です。で、用いている、閉鎖のアプローチとしては、その統計的機械翻訳使って、難しい文を簡単に書き換えるっていうことをやっています。で、使ってるモデルはその下に示している2つのモデルを使って比較をしています。でコーパスは、後の方に説明するんですけど、スペイン語のなんかこうヘビーって、ここ呼んでるやつと、ライトって呼んでるやつの2つを用いて、これらの組み合わせですね、4パターンの比較と、あとはスペイン語で、よくできている閉鎖のシステムの比較を行っています。で、最初にその際、概要なんですけど、これによって、小さい規模のデータセットでも、SMT ベースのシステムで、そのスペイン語でが、最先端のシステムよりも、優れているっていうことが分かりました。で、論文の貢献としては、その前この下の3つの問いに答えるっていうことになってるんですけど、その小規模な閉鎖コーパスを使って、SMT の2つのモデルが、どれくらいとうまく動作するのかっていうのと、その SMT のモデルごとによって結果は異なるのかなっていうのと、あとはそのこのシンプレクストっていうのと比較してどうかっていうことです。でそのこのシンプレクストっていうのは、ルールベースによって、閉鎖しているものです。そのルールベースで、構文とか、語彙を簡単にして、あとはその同義語近い意味を持つ言葉に言い換えて、簡単にするっていうようなシステムです。でこれで、人によって評価しても、そのコーパスそのデータに基づいてなんかこう閉鎖するのと、大体同じくらいのスコアっていうのを出しています。で、そのここでの研究で使っている、閉鎖コーパスです。で一つがこのヘビーっていうやつで、これは、障害者の方が、読みやすいようにっていう、の元基準で作られている閉鎖コーパスです。で、その閉鎖するにあたって、細かくガイドラインが設けられてて、28項の、閉鎖のルールに従って、ニュース記事を、人手で、閉鎖したものです。で、もう一つはこのライトって呼ばれているやつで、これも、いろんなテキストあって、これ、ヘビーのと同じような、存在するものを含んでいるんですけど、これを、6つの、少ないルール閉鎖ルールに従って、人手で書き換えたものです。で、6つのルールっていうのは、この論文には載ってないんですけど、調べてみると、その頻度の高い語1000語ですね、なんかスペイン語の、基礎語彙がなんか5000語あって、その中のなんか1000語を選んでいて、それ、1000語を推奨するですね、あくまで推奨していて、で、その専門性の高いような言葉は除いているとか、あとはその助長性のある、長くて、意味が保持できる範囲内で、単語を削除するとか、いろんな、言い換えが思いついてつくときに、できるだけ簡単にな表現にするとか、こういうルールが存在します。で、SMT のモデルは2つのモデル使ってて、トレーニングデータと、あとは開発データとテストデータは、このように分かれています。で、この4つ、そのコーパスとモデルの組み合わせの4パターンを比較します。で評価は、自動評価として、機械翻訳の評価尺度であるブリュー、センテンス単位で、測るのと、あとはその、テストデータ全文章単位でブリューを取るの2つです。で人手による評価は、
13人の評価者に、まあ、1から5 5であるほど、まあ、いい評価ので評価してもらいます。評価項目は、グラマーですね、文法と、あとは意味が保持できているかっていうことと、いかに平易かっていうのの3項目になります。で、結果なんですけど、その前にベースラインは、入力文を変更しないシステムです。だからそのまま入力文そのものがベースラインになっています。で、結果を見ると、ライトの、まあ、平易化の規則が、まあ、少ないもので、平易化を行っている方が、スコアは高いっていうことが分かります。どっちの、まあ、SMT のモデルでもそのライトの方が高くなっています。で、まあ、反対に、ヘビーの場合は、まあ、あんまりベースラインよりも、まあまあ、そんなに変わってないか下がってるかっていうので、まあ、ベースそのヘビーっていうやつがすごく、なんていうんですかね、ルール規則平易化するためのなんて書き換えが、まあ、ルールがすごく強いので、書き換えをなんか過剰に行っているので、それがうまく、まあ、学習できていないっていうのが、まあ、問題ないんじゃないかなということです。で、次に、人で人間による評価です。上から、文法と意味保持性と、あとは、まあ、平易さですね。で、平均値と中央値と最頻値になっています。で、最初にそのヘビーとライトを比べると、まあ、明らかにライトの方がスコアが高くなっています。で、グラマーとか、まあ、文法とか意味の保持性だとすごくそのヘビーとライトの差が顕著 で、まあ、平易さだと そのグラマーとか、まあ、意味の保持性に比べると差は小さくなってて、まあ、平易にはできるだけ書き換えてるんですけども、やっぱすごく大きく変、ヘビーだと大きく変更しているっていうことが分かります。でまた、ここですね、このマニュアルっていうのは人手で作ったあのリファレンスそのものなんですけど、ライトの方が、意味の保持性においては高くなってて、でまあこれの理由としては、ちょっとよく分かんなかったんですけど、この人手でやるときにちょっとその平易に書き換えるのなんか条件にちょっと強く引っ張られすぎてて、まあヘビーに似たようになんか難しい書き換えを行っているからということでした。で、冒頭で説明した、シンプレックスとの比較では、ライトのコーパス使ってそのフレーズベースと、まあ、SMT モデル2つを作っています。で、シンプレックスと比較すると、まあ、文法とか、意味の保持性では、まあ、SMT のモデルの方が勝っていて、まあ、平易さではちょっと劣ってるんですけど、まあ、うまくできているということが分かりました。で、まとめです。その SMT のモデル、まあ、2つは同じコーパス使われていれば、まあ、ほとんど同じような性能を達成してするっていうことが分かりました。で、その平価のルール、まあ、少ない、まあ、自由度の高いような平価されたコーパスの方が、その強い制約を持たせられて使えたコーパスよりも、まあ、簡単より適切に平価を行うことができているっていうのが分かりました。あとは、その SMT のベースで作るっていうモデルがそのシンプレックス等に比べて、まあ、平易さではちょっと劣るんですけど、文法と意味保持性を、まあ、よくできた出力が得られるということが分かりました。以上で終わります。